今日はご覧の通り背景が変わってまして、やっと今日引っ越しを終えました。前の家からそんなに遠い場所じゃないんですけど、キャリーバッグが私は2つ持ってきてしまったので、結構引っ越しが大変で、ちょっとの距離だったんですけど移動が重くて大変でした。5分の1ぐらいの速度でしか歩けなくて、ロンドンは信号が多いので一つの道路に対して信号が2つ渡らないと向こう側に横断できないような歩行者の信号が多くて、今やっとイギリスに来て1ヶ月経ったところなんですけど、家を見つけてやっとしばらくの間滞在できる場所に移動することができました。正直見学をしてきた時と実際今日改めて来てみて印象が違った点もあって、自分の中ですごいベストな家では正直ないんですけど、ひとまず滞在先を見つけられてよかったです。今日は前の人と入れ替わりの日だったんですけど、夕方まで前の人がこの部屋を出れないっていうことで、私外で待ってようかと思ったんですけど、なかなか私も荷物が多くてカフェに入れる状態じゃなかったので、もう前の人がいてもいいからとりあえず荷物だけ置かせてくれっていうふうに言って、で部屋に着いたんですね。そしたら前の人が家に帰ってきて、で荷物がまだパック下げてなかったので、その人が片付けつつ掃除をしながらいろいろ話を聞かせてもらったんですけど、私最初今日から契約が始まってるのに前の人と会うのは嫌だなと思ってたんですけど、実際今日すれ違いで出会って話して部屋のこともいろいろ教えてもらいましたし、シャワーの使い方とかキッチンの使い方とかも大体教えてもらって、で前の人がいらないものとか大きすぎて運べないものっていうのを置いてって私に託してってくれたので、最初は嫌だなとは思ってたんですけど、とてもフレンドリーに会話することができてよかったです。前の家はそんなに寒くなかったんですけど、ちょっと今寒いのでこのダウンベストを今着てます。これから冬の本番に入っていくと思うんですけど、今ミニヒーターを買おうかどうか少し迷ってますけど、あと数日様子を見ようかなと思ってるんですけど、もうちょっとするとクリスマスなんですよね。なので、物流がストップしてしまうと思うので、そのクリスマスの前に買うかクリスマスの後に買うかっていうのを迷ってます。で、あと今日はやっと新しい家に引っ越してきたので調味料を買おうと思ったんですけど、ちょっと近所のスーパーにあんまりいいものがなかったので、また明日家に不足しているものを買いに出かけたいと思います。で、今日絶対必要だと思ったものを昨日アマゾンで注文しといたんですけど、アマゾンのロッカーがありまして、そのロッカーから私の配達物を取ってきました。なんで家に配達しなかったかっていうと、まだ私昨日の時点ではこの部屋に住んでなかったので、返却されてしまったら困るのでアマゾンのロッカーを使いました。で、その買ってきたものがこれです。
ドライヤーを買ってきました。私日本からドライヤーを持ってきてなくて、前の家はドライヤーが置いてあるっていうのが分かってたので、予約の時にドライヤーがある家を選んで予約してたので、前の家にはあることを知ってたんですけど、次の家に行った時にどうしてもドライヤーがなくなるので、引っ越ししたタイミングで買おうっていうのを決めてて、今日取りに行ってきました。誰かから格安で引き取るっていう手段もあったんですけど、最近仕事が始まったのでなかなかタイミングを合わせられなくて、今日もしドライヤーが受け取れなかったら嫌だなと思ったので Amazon で購入しました。日本から持ってこなかった理由は、単純にドライヤーのワット数がイギリスと合わないからです。変圧器を使えば普通に使えると思うんですけど、割と電化製品はワット数が合わないものが多くて、スマホとかパソコンはどこの国に行っても割と電圧は大丈夫なんですけど、そのドライヤーとかプリンターとか、例えば電子レンジとか、そういった家電は結構変圧器がないと使えないものが多かったので、結構ドライヤーは日本から持ってくるか正直本当に迷ったのと、日本から海外に対応しているドライヤーを持っていくっていうのも少し迷ったんですけど、いろいろ考えて持ってくのも重いしと思って、イギリスに着いてから買うことを選びました。ではまた更新していきます。